日本東京都大梅市新町新町は東京都大梅市に存在する地名である。現行行政地名は新町1丁目から新町9丁目。郵便番号は198-0024。大梅市の東端にある。東は水戸町と埼玉県入間市、南は羽村市と隣接している。かつては林や田畑が占めていたが、現在はほとんどが住宅地である。 青梅街道が当地を東西に貫いており、青梅街道を中心に商業施設が並んでいる。北東は三原工業団地に接しており、工場などが立地している。青梅市立線中学校付近が関東平野の生誕になっている。青梅市東部は平野部が多く、開発が容易である。そのため、平成に至るまでに多数の地域で都市計画が施された。 住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、新町5丁目37番24の地点で14万7千円、平方メートルとなっている。河村の歴史を参照。2018年1月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。量販店飲食業3、現行業団地内駅は、 隣接する羽村市小作台にある。小作駅駅東交差点は道庁5丁目にあり、市境にあることがわかる。ありがとうございます。